体操の女王はロシアのスベトラーナ・ホルキナ、念願のその世界のトップの座にこのローザンヌの大会で立ちました。銀メダルはルーマニアのアマナール、最後の最後までこのホルキナを苦しめました。安定したその演技は見事なものがありました。そして銅メダル、ロシアのプロドノーバ、17歳のジュニアから育ったプロドノーバ、世界の第3位です。あ、最後ようやく笑顔です。嬉しいでしょうね。金銀銅3人の差がなんと 0.087 という、もうその中でメダルを争うという大接戦、はい、まあ、史上これは本当に稀に見る大接戦の女王の座、はい、ロシアのホルキナです。しかしあれですね、大接戦の中でも技術的にも美しさも正確性も兼ね備えた選手がトップに立ったと、はい、ゴジアン、モーヒー、シュレメタ、リューセン、そしてプレシャント、4位からそして8位の選手、日本の菅原は25位、大川は31位に終わっています。もうすべての力を出し尽くしたという感じでしょうかね、はい、敗れはしましたが、このアマナール、はい、安定感ではもう抜群のものがありましたね。高度な技を見せてくれました、はい、そして銅メダルがプロドノーバ、はい、ロドノーバ選手も本当にオリジナルというか人にはないいろいろな技を見せて楽しませてくれました、ロシアのホルキナ、ソビエト時代からクリスチェワ、キム・ユルチェンコ、シュシュノワ、オメリアンチクと、まあ、数々の女王のその仲間入りといいますか、はい、新しいまたロシアのスターが生まれた。そうですね、スターが生まれましたね。山中さん、はい、これで女子の個人総合、はい、終わったわけですが、はい、非常に見応えがありましたね。そうですね、本当に勝負が最後まで分からずに楽しませてもらいました、はい、まあ、規定がなくなって自由だけのこの初めての国際大会、はい、その中でも女子のその個人のですね、はい、技術のその頂点を極めたこの大会だったと思います。そうですね、まさにホルキナ選手がトップに立てたというのは、本当に素晴らしいこと でこのように芸術性の高い演技をする選手をやはり日本の選手も目指して頑張ってほしいなと思います。